シルバーサイズは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。スタージョン旧原子力潜水艦の30番艦。艦名はペヘレーにちなむ。その名を持つ艦としては、ガトー級潜水艦25番艦以来2隻目。シルバーサイズの建造は1968年6月25日に、コネチカット州クロトンの、ジェネラルダイナミックス、エレクトリックボート社に発注される。 1969年10月13日に帰港し、1971年6月4日に、ジョン・チェイフィ海軍長官夫人によって命名、浸水し、1972年5月5日に、艦長ジョン・イーアラン中佐の指揮下収益した。大西洋及びカリブ海での成長後、シルバーサイズはサウスカロライナ州チャールストンを母港とし、大西洋で作戦活動に就く。 シルバーサイズは1977年1月にノーフォーク海軍造船所で監督入りし、母校もノーフォークへ変更した。1984年の秋にシルバーサイズは母校のノーフォークを出港し、11月後半にピュージェットサウンド海軍交渉で燃料交換オーバーホールに入る。作業は1986年8月に完了し、同年末に 母校のバージニア州ノーフォークに帰還した。1989年秋にシルバーサイズは北極で浮上した。北極海から太平洋に向かい、太平洋艦隊の演習に参加、ハワイとカリフォルニア州を訪問した後、パナマ運河を通過し、ノーフォークに帰還した。シルバーサイズは北アメリカ大陸を就航した2隻目の潜水艦となる。 1994年中頃にシルバーサイズは母校をノーフォークから真珠湾へ変更した。シルバーサイズは1994年7月21日に退役し、1994年8月2日に除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下2000年10月1日に解体が始まり、2001年10月1日に作業は、 完了した。ありがとうございます。